世界タイトルマッチ初挑戦、7月20日に控えている和氣慎吾選手ですが、一つ質問が来てるんで、はい、ご紹介します。ラジオネームショーピさんから、女性の方です、はい、プロボクサー和氣選手にとって怖いものなんてないと思いますが、和氣さんの怖いものって何ですか？怖いものですか、うん、実はあるんですよ、ね、あるんですか？虫が苦手ですゴキブリとか超怖いです。出る？家に。家には出ないようにすごい頑張って綺麗にしてます。もうそれだけ嫌です。いやー、ゴキブリは辛いよね。辛いね。シューってあるやつあげようか欲しい。あとほら、家に出てくるのもさ、そうだけど、なんか夜ちょっと街中で出くわす時とかあるじゃないですか、うん、あれが余計になんか、あのね、怖いよね。あとなんか見た後ってすごい体がなんかムズムズするんですよ。なんかいないかな。もうあれが超嫌です。さて、続いてのトークテーマいきますよ。和氣慎吾選手と愛犬と、うんうん、はい、というテーマがあるんですが、はい、家には愛犬が、僕ワンちゃん2頭、2頭、はい、うん、んですけど、はい、まあ、1頭はもう僕が東京出てきてすぐ一緒に暮らしてるダックスのクール、うん、くんがいるんですよ、うん、まあ、それも10年なんですけど、うん、まあ、最近この1年半ぐらい前にイタリアングレーハウンドっていう犬種の犬を飼い出して。イタリアングレーハウンド、はい、はい、まあ、小型犬で大きくなっても5キロぐらいなんですけど、うん、毛が短くて細い足の速い犬なんです。テレビで見たんだけど、ちょっと珍しい子だね。あれだ、なんかはい、グレーで、そう、肌がグレーで毛がないんだよね。そうです、そうです。でもさ、なんかスタイルが似てたんだよね、和氣さんと。ああ、こう体の感じが、うん、はいはい、すごい筋肉質で細いです。でも超足が速い。あ、そう。へえ。散歩とか行くと速いの？速い、まあ散歩はもうリードがあるから大丈夫ですけど、うん、ドッグランとか連れて行くと、もうその走ってる姿が美しくて、あ、それを見るのが優雅というか好きなんですよね。そうかそうか、そう、筋肉もよく見えるんだ、毛が短いから。ムキムキです。うわ、ちょっとやっぱ自分に似た子選んじゃうのかな、かもしれないです ね、うん、なんか分かりますね、その、はい、自分もほら、戦う体を作ってるわけじゃないですか、うんうん、だから美しいと思える ね、うん、そうね、うん、だから多分最初ダックスフンド買ったんですよね、足が短いから。それはどういうことですか？僕足が短いからダックスフンド買ったとか親近感で犬に対して結構その自己投影っていうんですね、あるよね、きっとね、映し出してるものがある。いや、今じゃあ2頭お家で飼ってて、はい、あ、それ、もう、うん、愛犬っていうのはもうやっぱり癒しなんで、うん、日頃練習で疲れて家に帰ってくると、うん、こう戯れて遊ぶのがすごい好きですね。一緒に寝るの？一緒に寝ます。腕枕してあげてます。なんかその辺もさっき言ってたの、女子力っぽいところがぽいよ、ね、あるよね、うん、さあ、そしていよいよ、トークテーマは和氣慎吾選手と世界タイトルマッチというところに移りたいと思いますが、はい、先ほども申し上げましたが、7月の20日水曜日ですね、大阪府立体育館にて初めての世界タイトルマッチに挑戦ということになります。 IBF 世界スーパーバンタム級王座を決めます。この試合、相手は、はい、世界、同じ階級の世界2位、はい、今1位なんですよね、和氣さんはね。僕は、はい、世界1位です、はい、2位のドミニカ共和国の、ジョナタン・グスマン選手、はいはい、こちらは21戦21KO という実績を持っている強敵です。どうですか、これ強敵ですよね。まあ、僕からすると大したことない戦績だなと思うんですよね。え、だって21戦21勝 21KO ですよ、うん、大したことないじゃないですか。あ、そうなの？だって負け知らないんですよ。そうですよね、だから無敗の、そう、うん、負けを知らないってことはそんだけ脆さがあるってことです、うんうん、負けを知ってるほどやっぱり強くなってると思うんで、はい、負けてるやつほど怖いと僕は思ってて、負けを知らない選手だから、そこをもうしっかり攻めていけば、そういうもろさが出てくるし、ほうほうほう、僕はそんなに強いとは思ってないです。すごいな、すごいこと言った。まあ、僕 4敗もしてるんで、ね、うん、結構世界タイトル挑戦するのに4敗って結構してる方なんですけど、うんうん、その4回負けてるたんびに、その精神的にも肉体的にも
その強くなって成長してるっていうのを実感してるんで、うん、それだけやっぱりいい負けを経験してこれたなっていうのがあって、素晴らしい。その分自信持って相手の無敗っていうのは自分の4敗の方が強いって。確かにそうだよ。そう考えると、その無敗っていう言葉が大したことなく聞こえてきた。僕はもうそういうつもりでいるんで。はあとね2週間を切りましたが、はい、はい、そう考えるってちょっといい発想ですね。あ、うん、いろんなこと学んで考えてきたんだよねやっぱね、うん、まあ、経験はいい、はい、そうだね。今28歳ですよね、はい、だから世界初挑戦っていうのも結構遅いタイミングですよね、はい、そうですね、うん、まあ遅い、10年かかってるんでやっぱ、うん、遅いのは遅いんですけど、うん、まあ、結局自分の実力とかも考えると、うん、今が一番いい時期に挑戦できるのかなと思って、うん、はい、だからこれがもうちょい早くに挑戦してたら負けてただろうし、うん、もう本当に世界チャンピオンになるべくしてのこの期間だったんだなっていうのは自分の中で、うん、はい、考えてます。まあ、過去の4敗の経験も含め、はい、こう一番いい時期にこのタイトルマジが来たという、はい、そんな感じありますか。はい、だから必ず 100% 世界チャンピオンになります。はい、頑張って有言実行します。お願いしますよ。はい、ワケ選手の初の世界タイトルマッチとなります IBF 世界スーパーバンタム級王座決定戦は7月の20日水曜日に行われます。 TBS テレビ6チャンネルで、夜の8時から生中継されますので、ぜひご覧いただきたいと思います。ラジオの前の皆さんもワケ選手を応援していただきたいと思います。最後に、はい、意気込み一言お願いします。はい、まあ、僕のトレードマークであるリーゼント、はい、リーゼントが崩れる前に KO で勝ちたい、はい、っていうのは、まあ、あるんですけど、はい、でももう本当に何が何でもどんなに泥臭くなっても、うん、がむしゃらに、はい、うん、勝ちに行きたいと思ってます。もう勝たなきゃやっぱ次につながらないし、はい、負けたらもうここで終わりなんで、はい、もうどんなことがあっても勝つんで、その自分の勝つ姿を見てもらいたいとも思うし、はい、それで何か感じてもらえればなと思うんで、うん、はい、そこはしっかりどんな形でも勝っていきますので応援よろしくお願いします。はい、ぜひ7月20日に、王者のベルトを巻いていただきたいと思います。はい、本日のゲストはプロボクサーの和気慎吾選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここは強いって確かにそうだよ。そう考えると、その無敗っていう言葉が大したことなく聞こえてきた。う、ね、僕はもうそういうつもりでいるんで。はああとね2週間を切りましたが、はい、はい、そう考えるってちょっといい発想ですね。あ、うん、いろんなこと学んで考えてきたんだよねやっぱね、うん、まあ、経験はいい、はい、そうだね。今28歳ですよね、はい、だから世界初挑戦っていうのも結構遅いタイミングですよね、はい、そうですね、うん、まあ遅い、10年かかってるんでやっぱ、うん、遅いのは遅いんですけど、うん、まあ、結局自分の実力とかも考えると、うん、今が一番いい時期に挑戦できるのかなと思って、うん、はい、だからこれがもうちょい早くに挑戦してたら負けてただろうし、うん、もう本当に世界チャンピオンになるべくしてのこの期間だったんだなっていうのは自分の中で、うん、はい、考えてます。まあ、過去の4敗の経験も含め、はい、こう一番いい時期にこのタイトルマジが来たという、はい、そうです。そんな感じありますか。はい、だから必ず 100% 世界チャンピオンになります。はい、頑張って有言実行します。お願いしますよ。はい、ワケ選手の初の世界タイトルマッチとなります IBF 世界スーパーバンタム級王座決定戦は7月の8日、世界タイトルマッチ初挑戦、7月20日に控えているワケ慎吾選手ですが、一つ質問が来てるんで、はい、ご紹介します。ラジオネームショウピさんから、女性の方です。はい、プロボクサーワケ選手にとって怖いものなんてないと思いますが、ワケさんの怖いものって何ですか。怖いものですか。うん、実はあるんですよ、ね、あるんですか。虫が苦手です。ゴキブリとか超怖いです。出る、家に。家には出ないようにすごい頑張って綺麗にしてます。もうそれだけ嫌です。いやー、ゴキブリは辛いよね。辛いね。シューってあるやつあげようか。欲しい。あとほら、家に出てくるのもさ、そうだけど、なんか夜ちょっと街中で出くわす時とかあるじゃないですか、うん、あれが余計になんか、あのね、怖いよね。あとなんか見た後ってすごい体がなんかムズムズするんですよ。なんかいないかな。もうあれが超嫌です。さて、続いてのトークテーマいきますよ。ワケ慎吾選手と愛犬と、うんうん、はい、というテーマがあるんですが、はい、家には愛犬が、僕ワンちゃん2頭
2頭、はい、うん、いるんですけど、はい、まあ、1頭は、はい、こちらは21戦21KO という実績を持っている強敵です。どうですか、これ強敵ですよね。まあ、僕からすると大したことない戦績だなと思うんですよね、うん、え、だって21戦21勝21 KO ですよ、うん、大したことないじゃないですか。あ、そうなの。だって負け知らないんですよ。そうですよね、だから無敗の、そう、うん、負けを知らないってことはそんだけもろさがあるってことです、うんうん、負けを知ってるほどやっぱり強くなってると思うんで、はい、だから負けてるやつほど怖いと僕は思ってて、だから負けを知らない選手だから、そこをもうしっかり攻めていけば、そういうもろさが出てくるし、ほうほうほう、僕はそんなに強いとは思ってないです。すごいな、すごいこと言った。まあ僕 4敗もしてるんで、4敗ね、うん、結構世界タイトル挑戦するのに4敗って結構してる方なんですけど、うんうん、その4回負けてるたんびに、その精神的にも肉体的にもその強くなって成長してるっていうのを実感してるんで、うん、それだけやっぱりいい負けを経験してこれたなっていうのがあって、素晴らしい、その分自信持って相手の無敗っていうのは自分の4敗の方だから美しいと思えるね、うん、そうね、うん、だから多分最初ダックスフンド勝ったんですよね、足が短いから。え、それはどういうことですか。僕足が短いからダックスフンドを勝ったと。親近感で犬に対して結構その自己投影っていうんですね、あるよねきっとね、映し出してる部分がある。いや、今じゃあ2頭お家で飼ってて、はい、ああ、うん、もう愛犬っていうのはもうやっぱり癒しなんで、うん、日頃練習で疲れて家に帰ってくると、うん、こう戯れて遊ぶのがすごい好きですね。一緒に寝るの。一緒に寝ます。腕枕してあげてます。なんかその辺もさっき言ってたの女子力っぽいところがぽいよね、あるよね、うん、さあそしていよいよ、トークテーマは脇慎吾選手と世界タイトルマッチというところに移りたいと思いますが、はい、先ほども申し上げましたが7月の20日水曜日ですね、大阪府立体育館にて初めての世界タイトルマッチに挑戦ということになります。 IBF 世界スーパーバンタム級王座を決めます。この試合相手は、はい、世界同じ階級の世界2位、はい、今1位なんですよね、わけですね、僕は、はい、世界1位です、はい、2位のドミニカ共和国の、ジョナタン・グスマン選手、はい、まあ、もう僕が東京出てきてすぐ一緒に暮らしてるダックスのクール君がいるんですよ、うんうんうん、まあ、それも10年なんですけど、うん、まあ、最近この1年ちょい1年半ぐらい前にイタリアングレーハウンドっていう犬種の犬を飼い出して、イタリアングレーハウンド、うん、はい、はい、まあ、小型犬で大きくなっても5キロぐらいなんですけど、うんうん、毛が短くて細い足の速い犬なんです。テレビで見たんだけどちょっと珍しい子だもん、ね、あれだ、はい、グレーグレーグレーで、そう、肌がグレーで毛がないんだよね。そうです、そうです。でもさ、なんかスタイルが似てたんだよね、ワケさんって。ああ、体の感じが、うん、はいはい、すごい筋肉質で細いです。でも超足が速い。あ、そう。散歩とか行くと速いの。はい、まあ、散歩はもうリードがあるから大丈夫ですけど、うん、ドッグランとか連れていくと、はい、もうその走ってる姿が美しくて、それを見るのが優雅というか好きなんですよね。そうかそうか、そう、筋肉もよく見えるんだ、毛が短いからムキムキです。うわ、ちょっとやっぱ自分に似た子選んじゃうのかな、かもしれないです ね、なんか分かりますね、その、はい、自分もほら戦う体を作ってるわけじゃないですか、うんうん、